ヤンパーティーもう死ぬほど山あったんで、かわいそうね、まさか追いつかれて補充になるとはもう。じゃあ、馬と三郎馬も両方同じ枚数だったのに。まあけど、頭でね、スライドの方が濃厚だって結論導き出したのに、なんかバグって4万打っちゃったのね。あー、うん、ウーマンと変えたっぽいから、三郎馬にしようとしたら、スワン切ったってことですよ。でも、両方2枚ずつだったんですよ。まあ、枚数はね、まあ、八手出しだから、まあ、やめ変化のパターンしかほぼ数万当たらなくて、まあ、サブロソーとね、スチ、リアム1とスチワンが残ってたんだけど、うん、3択で、まあ、自分の上がりやすさも、まあ、リアム1もそんなに悪くないし、で、結果は最悪だったね。でもあれ、チーされてた感じ。チーされてた疑惑もあるんで。チーされてた疑惑がありました。うま、ん。実際分かんないけど疑惑は残ってるんで、少なくとも疑惑は。いや、あの曲ね、ほんとトーン重ねて処理でうまく打ってたんだけど、最後6万引いた時にもうクラクラってして、うん、引いた瞬間ね、あれはクラクラしますよ。平和に引いたけどね、はい、でもしょうがない、別にどっちを選んでもおかしくないようなマッチ選択です。どっちもやばいな。